はい、どうも。ミニチュース。一緒の絵になると、うん、どうでもええわっていう気持ちになるんです。いや、麺がやばいっすね。この二人に僕入るんですか。本物多い。本物についてちょっと聞きたいなと思ってます。関東の人は別府のことを分かんない。本当に珍しい温泉なので、フローティング。フローティング、はい、巨大な構造物を作るそう面白い、ね、指定緩和で作っていいですよって人に任せられる仕事は人に金を払って人に任せる車の運転とか絶対しないし、しんちゃんは大分市長とか目指したらいいんじゃないのかって書いてくださってめちゃくちゃ嬉しかったやっぱ話がうまいタイプの政治家の方は選挙に強いですね。今日ご出演いただくジョイトゥーザ大分プラス、はい、マークさんとケイコさんと一緒に番組やってる、私パーソナリティやっています静川と言います。よろしくお願いします。すいません、お隣失礼します。 ありがとうございます。あの去年も BOSF 参加させていただいたんですよ。ありがとうございます。すごい盛り上がりで、はい、なかなか今までにない大分の雰囲気だななんて思ったんですよね。大分に遊びに来る方、別府に来る方、なんか新しい目玉が生まれるのかななんて思ったんですけど、ね、そうなんですよ、まあ、関東の人は別府のことを、まあ、知ってはいるけど来たことないからそうですよね、分かんない。他の温泉地と一緒にされてるんですよね。なるほど、うん、正直規模感違うよって、うん、関東の人には僕はよく言ってます。全然違う。あと泉質がすごいんですよ、別府は。すごい、基本的にもうありとあらゆる泉質が揃ってるっていう、ちょっと本当に珍しい温泉なので、関東の人知らないんで、そういう人たちにも教えたい、呼びたいですね。呼びたいっていう。実は、ちょっと伺いたいことがあって、はい、OBS 大分放送出身の元アナウンサーたちが、今大分県内の首長を2つやってるんですよ。へー。セメントと漁港の町、津久見、大分空港がある国東市、アナウンサーが首長をやるって、割とこう大分では今結構ある動きなんですけど、それについてどう思われます？割とこう知名度もありつつ動きがいい人が多いなというふうに思うんですよ、ね、アナウンサー結構回転早いですもんね、うん、あとその発信力があるというか、あります。さすがにやっぱトレーニングされてるんで喋りがうまいです。うまいですね。これね、これはやっぱりでも政治家の非常に大事な能力で、やっぱ話がうまいタイプの政治家の方は選挙に強いですね。あ、やっぱりそうなんですね。なるほどね。もうそういうこと。あのだってしゃべりのプロですか。そうですよね、うん、ジョイトゥーザ大分プラスの公式本が今年の3月出たんですけど、その中にマークさんが、はい、しんちゃんは大分市長とか目指したらいいんじゃないのかって書いてくださって、めちゃくちゃ嬉しかった。ぜひぜひ。今32歳なんですよ。いいじゃないですか。もう非選挙権あるじゃないですか。ちょっと出てください、選挙応援します。首長になるとやっぱ変わりますよ、いろいろね。あ、そうなんですか。はい、やれること多いっていうか、そのある程度やっぱ権限あるんで、予算をってなるとまた議会通さなきゃいけないんで大変ですけど、例えばふるさと納税頑張って何十億集めてきましたとかってやると、それは自分たちで新しい財源を作ったことになるので使いやすいですよね、そういったものは。それもあるし、やっぱり制度を変えることによってお金を使わずとも民間資金を活用していろんなことをやったりとかもできるので、そういう規制緩和をすることによって新たなビジネスを作り出すみたいな、うん、すごい、そういったこともあるんじゃないかなって、うん、例えば大分市とかで使えるやつでいうとフローティング、うん、フローティング、はい、よく桟橋とか、うん、あのマリーナとかで使われてるタグボートとかでこう引っ張られる動力のない、まあ船じゃないイカダじゃないけど、うん、そういうまあイカダのいいやつみたいな、うんうんうん、これの上に巨大な構造物を作るというようなアイデアがあって、まあ、そこにホテルを作ったりとか、 あるいはそのスタジアムを作ったりとか、はいはいはい、そういったようなこととかを、例えば分かんないですけど大分港のあたりに一つか二つは規制緩和で作っていいですよって言うとかね。昔佐伯市の大乳島ってあるじゃないですか、うん、そこで
あのハウンドドッグがコンサートをやった時にイカダみたいなのを全部並べて橋を作ったんですよ。フェリー乗らなきゃダメだったのが全員そのイカダで橋になったから、その日だけ車で行ったから大成功したんですよ。なんでそんな島でやったの。いや、なんで大乳島でやったんでしょう。でももう20年前ぐらいですよ。その地元の盛り上げ方っていうのはその予算を使わずにできる取り組みとかもあったりとかするんで、ね、すごい、まあ、そこでその市長が例えばそのこう、まあ、しゃべりがうまいんだと思うので、自分の考え方をこうちゃんと伝えることができる人の方が向いてますよね。まあ、だって頑張ってください。それ言うなら確定したわけではないですけど、小池百合子さんだってアナウンサーですよね。あ、そうそうですよね。そう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 、蓮舫さんもそうですよね。あ、そう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 、実はみんなアナウンサーじゃないですか。定役でしたもんね、もともと。そうなんです。ホリエモンさんすごい多角的に見られてて、ものすごいカリスマ性だなと思って、こういうふうに一プレイヤーとしてカリスマ性を手に入れるためにはどういうふうにしたらいいもんなんですか。たゆまぬ努力じゃないですか。圧倒的に時間と、まあ、思考回数なんですよね。だどれだけ多くのことをやれるかなんですけど、だそのために時間をめちゃくちゃ工夫していて、自分しかできない仕事と人に任せられる仕事ってあって、人に任せられる仕事は人に金を払って人に任せるというふうにもう完全に割り切ってますよ、この場合は。例えば車の運転とか絶対しないし、自分が移動するための自分の車の運転っていうのは、いや絶対やらないです。楽しむためになんかレース場に行って運転するとかもちろんやるんですけど、それはもうまた別の時間なので。違うことするわけですか。じゃあ移動は、まあ、休んだ移動時間はもちろん何かことをしてるし、ミスりましたね。今日来る道中ディレクターさんと2人で来たんですけど、僕ずっと運転しました。うん、間違ってるわけだな。そうか、その運転してる間はそうはなれないですよ。分かりました、勉強になりました、ね、勉強になる YouTube だね、本当に。24時間みんな平等ですからね。あすっごく楽しい。どういうことか、どういうことか、いただきます。混ぜそば、混ぜそばです。なんか爽やかな感じ。爽やかな。カボスを絞って、チャーシューを刻んで、おいしい。紅生姜。爽やか。